世界文化遺産の都市、宝石のメッカ、世界の食品首都、名品企業を育てる心強い企業都市、伝統と文化、その中に豊かな楽しさがある文化都市、市民中心の安全で温かい福祉都市で、ユネスコ世界遺産都市、イクサンと会います。韓国で唯一クダラの宮殿跡が残っているイクサンは、オナム鉄道の要で鉄道交通の近代100年を開きました。これからイクサンはオナム高速鉄道の開通とともに、セマンドム出発駅として韓航海圏時代オナムの入り口になるでしょう。またイクサンは2015年にミルクサジ・ワングニ遺跡がユネスコ世界遺産に搭載されました。東方のローマ帝国と言われ、東アジアの交流をリードした都市、生きているクダラの歴史をイクサンで会えます。花を咲かせた場所です。韓国の四大宗教の聖地のスポットが据えていて、民族詩人のガラム・イ・ビョンギ先生の聖歌には、日帝共戦期の逼迫でも屈せず韓国の言葉や字を守った文化的自尊心が漂っています。またハムナでは、三部社の家を通して先祖たちの豊かな余裕と林家とともに分け合いの精神を学べます。来週は色とりどりの菊に全都市が埋められます。韓国の三大菊祭りとして名高い千万人菊祭りは、さまざまなイメージを形にした菊で壮観な光景が見られます。また文化芸術都市としてのシンボルであるイクサン芸術の殿堂は、高い水準の公演や展示品で市民たちの文化的プライドを高めています。さらに近い都心では爽やかで心よい森に会えます。トレッキングコースを歩くと、イクサンの秘められた楽しみと出会うことができます。そしてトレッキングコースのところどころで、さまざまなレジャースポーツを楽しみながら家族とともに休める施設が完備されています。食べ物としての美味しさだけでなく、美しくて活気のある農村、イクサンのもう一つの顔です。イクサンは独特な作物を栽培し、美しい農村を作る景観農業も発達しています。そしてアーケードとルミナリエで華麗に生まれ変わったイクサンの伝統市場は、あふれる情と人心が楽しい人生を生きるイクサンにしてくれます。千年を継いだ貴金属加工の歴史を持つイクサンが宝石のメッカとして飛翔します。韓国唯一の宝石博物館では、珍奇な宝石や原石が見られ、高い品質の宝石を安い価格で購入できます。毎春と毎秋に開かれる宝石祭りは、韓国のジュエリー産業のトレンドをリードしています。またファッションジュエリーの海外市場開拓にも可視的な成果を残し、宝石の都市としてイクサンの名声をさらに上げています。オナム高速鉄道と西海岸高速道路、チョンナン、ノンサン間高速道路など最適化された物流予見を揃えたイクサンは、安い土地、典型の自然、価格のインセンティブ、豊かな人的資源など、企業が落ち着くためにはこれ以上のない環境を提供します。イクサン産業団地には韓国の指折りの企業がすでに据えており、安定に生産活動を続いていて、世界的な先端企業からの投資と入居の問い合わせが続いています。東北アジア経済の中心地、セマングム背後都市イクサンは、名品企業の夢を叶える基盤になるでしょう。大韓民国の歴史のことから世界の遺産へ、クダラ復興の夢が込められ、輝かしい文化を咲かせたイクサン、豊かな精神と幸せな暮らしのイクサン、完璧な投資環境で東北アジアの経済中心地として進むイクサン、ここは
ユネスコ世界遺産都市、イクサンです。